日本インタビュー新聞社は上場企業情報を中心とした IR 情報をあらゆるメディアを活用して報道する IR 支援会社である。株式投資情報に関する新聞、雑誌の発行及び出版企画、編集、イベントなども手掛ける。株式投資情報サイトではリアルタイムによるマーケット情報のほか、銘柄分析、決算速報、IR 企業情報、 新製品情報、株式投資の話題などを配信、特集記事などと合わせた立体的な情報配信が特徴。株式投資情報は、最新情報も、過去情報も、じっくりと記事を読めるビジュアル性を重視した設計。株式投資情報は、ブログライクな設計で速報性、ニュース性、SEO 対策などを重視した設計。上場企業向け r ソリューション事業では、 株価の動き、決算速報、IR ニュース、PR ニュースのほかウェブ上で手軽に読める証券アナリストによる、銘柄分析記事などを配信している。1999年創業。株式市場における企業の認知度、知名度を高める、株式という商品のマーケティング活動のお手伝いを、する、メディア IR 事業を主軸としており、個人投資家向け IR セミナーや株式講演会の、 他、株式情報配信事業、株式投資関連の出版事業などにも注力している。社会は人によって成り立っています。国家や会社を運営するのも全て人です。特に会社経営においては、経営は人なりと言われるように、経営者の資質が最も大切であり、さらに従業員の勤勉性など、質の高さが組み合わさって、会社は 素晴らしい成績を上げることができます。私どもは人に焦点を当て、特に経営者が社会における企業の存在価値をどのように考え、高めていこうと取り組んでいるかをインタビューしていきたい。報道の原点はインタビューにあるとの立場から社名に取り入れました。インタビューではなく、インタビューとしたのは特に深い意味はありませんが、社名をより印象付けしたいとの思いからです。 ありがとうございます。